はい、阿部ちゃんでございます、本日なんですけども渋谷に来ました。パチパチ。大都会渋谷でございます、はい、そんなことよりも寒い寒い。大寒波マイナス。めちゃくちゃ寒いんですけども、まあ、今回はね渋谷で、せんべろ飲みしていきたいなと思うんですけども、早速渋谷で来たお店こちらでございます。立ち飲みあばら屋さんでございます。こちらのお店ね、オープンから、19時までハッピーアワーのセットみたいなのがあって、ドテミとハイボールがついてきて、このセットでなんと100円っていう。安くない？安い。安すぎるよな。1軒目の渋谷行きましょうか。行きましょう。じゃあ行きましょう。お店はね、立ち席と座り席っていうのがあって、なんかお店で渋いね、おしゃれで。一応ね、立ち席はお通しとかなくて、座りだと、まあ、席料で300円感じなんですけど、私たちは立ち飲みということで、でね、ちょっとメニュー紹介するとこんな感じ。はい、こちらねメニューなんですけど、まあ、土手煮が名物なんでね、やっぱで、これ土手串とかもありますと。でその他にも一品料理も結構いっぱいあるね。はい、でこっちは小鉢とかもねあるね。うん、結構種類も豊富だね。はい、でドリンクメニューこちらになってます。ハイボールが通常だと400円だから、もうさっきのやつがもうめちゃくちゃ安いよね。日本酒とかもね結構種類豊富であります。季節のメニューっていうのもあって、ホワイトボードであるんですけど、これ季節によって、まあ、変わるみたいです。早速言ってたやつね、これ16時から19時までこのハイボールと土手にこのセットで100円なのよ。安すぎない。よし、ということでこの100円セットで、うん、乾杯しましょうか。しましょうしましょう。ほなら乾杯。乾杯。うまい。レモンの感じもあってうまいわ、うん、これ史上最強に安いんじゃない。ちょっと土手に早速食べようかな、うん、ドロッドロしてるね。うまそう。これね、うわ美味しそう。いただきます。煮込まれてますね、うん、すんごいドロッドロだわ、うん、めちゃくちゃドロッドロのベースの、そこまで味はねしつこくなく美味しい。最高の100円セットだわ、うん、ちょっとすごいな。美味しい、しいよ、うん、最初めっちゃ甘い、ね、うん、土手煮のあの味が来るんだけど、薬味のネギがまたアクセントで超うまいわ、うん、いいね。あ、うまっ。美味しいよな。ちょ、卓上の一味ちゃん出ました。はい、みんなお待ちかね。もう全体にかけた方がいいかな、うん、結構甘めだから好き。結構いろんな種類のさ入ってるよ、そうそう。これは何なんだろう。あ、うまい。うん、一味大好きすぎるでしょ。やっぱ辛い方がうまいから。そんなこともないけど、何でもかんでも。軟骨みたいなのも入ってるわ。うん、いろいろ入ってますね。うん、はい、もう一品おつまみを注文しました。こちらでございます。はい、こちらあばら屋チキン南蛮でございます。700円。ちょっとでかくね、これ。びっくりするね、このでかさ。これ伝わるかな、サイズ感。ちなみにこれハーフサイズのもあるから、うん、一人で来たらぜひハーフサイズを。あ、タルをもう行っていいと思って。行こう行こう行こう。うわー、でっけー。タルタルなんて乗っければ乗っけるともいいんだから。めちゃくちゃうまいやん、うん、お肉柔らか、タルタルうまい。タルタルのこの卵感が強いわ、うんうん、手作りなんだよね。上にね、多分山椒が乗ってて、山椒のアクセントもあってめっちゃうまい。じゃあうまいわ。でかー。いただきます。うまっ。めちゃくちゃうまいよね。チキン柔らかいですよ。柔らかいよね。もう
めちゃくちゃ柔らかいし、油すげえ出てくるし、うん、本当だ、卵感の強いソースだね、うん、うまこれ、ね、え絶対頼むべき、これ、ねうん、意外とボリューミーに見えるけど、うん、全然ペロって食えそう。そうね、油油してない、うんうん、すげえ軽く食える。お願いしましょう。2杯目、うん、ハイボール、うん、これはまあ通常価格で400円。はい、はい、アバラヤハイボール。おー、なんか珍しいね。リンゴと蜂蜜とレモンでなんかつけたやつなんです。これが600円。そっか、はい、うまいな。うまいけどやっぱグッていけないもん。確かに贅沢だ。贅沢だよね。さっきの見てから。そうそうそう、すごくないこれ。もううまいんだわ。うわ、マジでうまい、うんうん、手作り感がすごいよね。ね、うん、タルタルがマジでうまい。飲んでるでしょ今。やっぱね、やっぱちびちび飲んでるでしょ。気持ちやっぱね、だって気持ちやっぱそうなるでしょ。アバラヤハイボール、はい、果汁というか果物入ってるの、うん、ね、やっぱ濃いしこの辺。そうね、うん、マジ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 。あーうまい。うまい。あ、まず全然違う。うん、やっぱ全然違う。そんなに甘くないですけど、うん、風味は甘い。こう鼻を突き抜ける香りみたいな。あ、そうがもうめっちゃフルーティーで甘い、うん、ブランデーだから、うん、ハイボールほどそのクイッて感じなくて、うん、通りみたいな感じ。あ、なるほどね、うん、すっごいうまい。いいじゃん、うん、ということでね、ちょっともう一品あのおつまみを追加しました。こちらでございます。はい、こちらがねピーマンの千切りでございます。350円。綺麗に千切られてますね。ねえ、うまそう。うまそう。ちょっとじゃあ食べます、うん、あ、うまそうだこれ。これね、うん、めちゃくちゃつまみじゃん。うん、ピーマンシャキシャキで、うん、上に塩だれかな、うんうん、ごま油の塩だれみたいなのかかってて、こんなんマジで結構味濃いめなんよ。飲めるわ。飲める、うん、まあ、シャッキシャキだわ。キュウリぐらい細いわね。うん、いただきます。もうタレがうまい。そうよな、うん、でピーマンのこの苦味と風味がパーンってきて、うん、ピーマン細切りにするとこんなうまいんだ。シャキシャキでうまいな、ね、ああ甘い。血に行くほど甘いし濃い。いいね、うまね。マジこの動画を見てるピーマン嫌いな人はゾッとしてんだろうね。間違いない、うん、こんなに美味しいのにね、ピーマン。そうよ、うまいよやっぱ、うん、いい、うまいわ、うん。あのおつまみをもう一品あの追加しました。こちらでございます。菜の花と新じゃがの麻婆炒めでございます。600円。なんか全体的にさ量多くない？多い。菜の花と芋を一緒に、いただきます。うまい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 。4個出た。うん、じゃがいもホクホクで菜の花シャキシャキ&このなんだろう、麻婆のこのひき肉最高じゃないですか。うん、一応俺3杯目頼んだんだけど、はい、これチューハイ、うん、いただきます。うまい。これレモンワンカットいってるから、もうほぼこれレモンサワーだからね。ほんとレモン感強くてうまいわ。一人で来るようにさ、こういうね、うん、ハーフサイズみたいな、そうそう、この土手に串三種盛りもこの一人用限定みたいなの結構多くて、なんかそもそものさメニューが一品料理として多いよね、うん。菜の花たっぷりだな。あ、うまそう。いただきます。お、
新じゃがうまうまいよね。菜の花のこの風味あんま辛くないですね。麻婆だからちょっと辛いと思ってたけど、うん、美味しい。いいね。頑張りですよ。わあ、どんどん濃くなってくる。下に行けば行こう。どんどん濃くなってくる。いいね。S&B さんの最高傑作をラー油ラー&ユーして麻婆だからこれ。これはもうぶっ飛びです。辛さ絶対主義者じゃん。うん、辛さとは正義だもんってマジ。うまい。渋谷が夜になってきたね。お、渋谷になってきますよ、渋谷が、うん、渋谷はやっぱね、日が沈んでら、日が沈んだら渋谷はい、はい、おしまいおしまいでーす。やめてください、言えないときその顔でごまかすな。これで全てが水に流されるか。流されません。はい、なくなった。ラスト芋。ラスト芋、これマジでうまいな。うまい、めっちゃ美味しかった。うわー、うまいわね。うまい、おいしいね。うん、この渋谷の1軒目この辺りで終わりますか。そうしましょう。うん、ということでじゃあ最後乾杯して終わりましょう。はい、乾杯。あだす。うまい、うん、ということでね、お会計の方なんですけども、キャッシュオン制で全部もう払っちゃってるんですけども、お会計こんな感じになってます。ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。はい、この動画を最後まで見ていただいてありがとうございます。ありがとうございます。チャンネル登録と高評価よろしくお願いします。お願いします。バイバイ。バイバイ。